酸っぱい副菜たちを食べて木曜日も頑張ろうということで、ご飯を入れて3分の2ぐらいのところまで広げたら、おかずカップを入れてサニーレタスとツナのさっぱりあえを入れていきます。そして次にカブのマリネを入れていきます。これはスライスしたカブをカンタン酢とオリーブオイルのタレにつけたやつです。そして次にプチトマトのピクルスを入れていきます。全部お酢のおかずですね。そしてご飯の上に豚肉と舞茸のマヨ醤油焼きを乗せていきます。ナナの方にはお肉をたくさん、舞茸も散りばめて私の方にも乗っけたら、はい完成。